すげえ、ラクスのバイト受かったらラッキーでしょうね。いや、ラッキーだけど、まあ、頑張るか。まあな、働く、まあ、働いてやるか。あ、でも、ショップにの大会エントリーする金もないからさ。いや、そうだね。まあ、なんか、とりあえずさ、まだ働くなんてできるしさ、まあ、なんかとりあえず、なんかまあ、ちょっと。頑張ろう。先に言ってよ、来たよ。言って、こういう頼みの方がでかいんだ。すいません。もっと聞こえ。どうも、今日だったね。あ、そうです。店長の檜垣です。あ、はい、そうです。田辺です。田辺さんね、はい、そうだよね。長さんだよね。OKOKOK、今日からよろしくね、助かるから。じゃあ早速ちょっと教えていくから、こっち入ってきてくれる？言ってんねん、声、これですよね。はい、よし、じゃあこれで一応ドリンクの手順は全部教えたから、まあこの手順に沿ってドリンク作っていてくれる？はい、ていうか、さっきから全然メモ取ってないけど大丈夫かな？いや、大丈夫？これぐらいだったらメモ取らなくても覚えられます。あ、まあ大丈夫ならいいんだけど。いや、それです。抹茶配送長、お願いします。はい、抹茶、あれ、残す抹茶どこだっけ？上にあって言ってなかったっけ？上、あれ、どこだっけ？あれ、ここ、なんか、こことか行ったの？あ、氷だ、氷だ。あ、じゃあここだ。串だ。抹茶、この、どこだっけ？ちょっと早く作ってくれる？あ、はい、抹茶ってどこでしたっけ？抹茶、ここ言ったじゃん、さっき。あ、そうだ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 。ジョッキーはここね。あ、そうですそうです。はい、もう大丈夫です。はい、大丈夫。はい、はい。で、お酒が、これ使う？抹茶の分量は分かってる。あ、分かってます。何 cc？ はい、3、あ、分かったです。300cc。これは大体、あ、そうです。300cc。はい。じゃあ、ちょっと待って、さっき氷の個数はさっき言ったけど、覚えてる？4、いや、氷5個ね。あ、そうです、そうです。はい、5個に入れます。やっぱりメモした方がいいんじゃない？いや、もう覚えたんで。もう大丈夫です。大丈夫。あとは大丈夫？はい、もう覚えたんで。作れるんで。まあ、だったらいいんだけど。はい、大丈夫です。もう今分かった。抹茶山頂。抹茶山頂。じゃあ作ろうか。はい。正直結構楽だね、この場合。いや、取ってるだけでお金入ってくる。めっちゃ抜けちゃう。抹茶お願いします。抹茶、よーい。だから、まず、あ、抹茶こっちこっち。いい、はい。で、抹茶入れて、で、氷、何個だっけ？いいよ、氷適当で。これ別に、だって変わないでしょ、味なんて。正直、5個、6個も氷で変わんないよね。で、まあ酒これくらい。あれ、まあ、まあこれでいいんじゃない？そう、で、はい、はい、できました。全然違うじゃん。うん、これ全然入ってないじゃん、量も。で、氷の数も違うし。ああ、そうでしたか。さっきも言ったけど。ああ、そっか。うん。で、色がかなり薄いんだけど、これ抹茶沈殿しちゃうから、よく振ってねっていうのはさっき、最初の時に言ったよね。はい。ああ、そっか、そっか。振りました。ああ、なるほど。大丈夫です、大丈夫です。もういいや。ちょっと、俺やるから。見て、こんな感じ。これぐらいの色味になってほしいのよ。そうだ、そうだ、そうだ。はい。わかり、もう大丈夫です。メモしなくて大丈夫？大丈夫、もう。それは、大丈夫、ごめんなさい。大丈夫ね。はい。じゃあ、これ、エイタクさん持っていて。エイタク。あそこだ。いや、エイタクさん、そこね。あ、そうだ、そうだ。これも最初に言ってるから。もう大丈夫です。覚えてます。いや、二人で行かなくていいんだよ。よし、これで OK かな。二人とも今日はお疲れ。初出勤。まあ、ちょっと俺もいろいろ言っちゃったけどさ。まあ、これから頑張ろうよ。一緒にな。あ、じゃあもう今日上がっちゃっていいから。あ、お疲れ。つわ、いや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 、
こき使いすぎでしょ。ねえ、なんか労働力じゃねえんだって。初日だよ、初日だよ。そうこんなにこき使う。詰め込みすぎだろうな。とメモ取れメモ取れ。あれも違う、これも違うってさ。自由に別にさ、氷とかで買んねえって絶対。いや、全然買んなかったあれ。なんだ、本当に。どうする？いやー、ないでしょう。まあもう、さすがに。疲れた。なんかラーメンとか使った。あ、いいね、ラーメン。疲れたあれ、あいつら来ねえな。何やってんだよ。ちょっと電話してみるか。あれ、電話もつながんねえな。飛んだな。いや、焼き鳥屋っすか。そうなんだよ。おすすめの、ここ。あ、ここね、マジで全部飯うまいらしいんだよ。マジでうまい。食ったことないけどね。つくねと。ないんすか。つくねと美味しいらしいよ。あ、じゃあもう行きましょう。はい、行こう。いや、ここね、いやー、いいなぁ。どうもいらっしゃい。お前ら、何やってんだ。ん？あれ？あ、そうです。あれ？お知り合いっすか。うん、ちょっとお世話になってて。お世話になってた。だって食ったことないんすよね。うん、食ったことはないけど、田辺君だよね。うん、そうです。中さんだよね。あれ、どういうご関係で。いや、こいつら一日だけうちで働いてたんだよ。すぐ飛んだけど。え、あ、え、あ、いや、飛んだって飛んだん、え、一日で飛んだ。全然違うさ。いや、ベシコリ、なんか認識の違いっていうか、一日で飛んだんすか。飛んだっていう言い方は、まあ、そう、気まずまあまあ、でも、先生、店長、今日は客なんで。はい。はい。お客さんと店員さんの。はい。あ、後輩も連れてきましたし。はい。気まず。気まず。売り上げ貢献してください。はい。よく来れたな。ほんとっすよ。まあ、客なんで。はい。立場が、はい。違う。じゃあ、客が、はい。神様と。この席で。はい。もう座っちゃって、ここ。気まず。ここ。よし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 。ごめんね、なんか、あんな感じになっちゃって。ごめん、なんか。うん。Wi-Fi もあるからね、めっちゃ気まずい。うん。でも、とりあえず、じゃあ、串。5本あと煮込みですけ、お願いします。飲み物も気まずい。大丈夫大丈夫、今日客だから気まずい。大丈夫だよ。いいよ、もうくつろいでくつろいで。いっぱい食べたいもん。どうじゃねえ。うん、すごいいっぱいあるからさ。私たちはやっぱりさ、カミジだからさ、煮込みは卵ありがいいらしい。いや、煮込み最高だったよ。卵がうめんだな。卵をつけて正解だったでしょ。よく平然と飯食えますね。そりゃそうだ、お客さんなんだ。食わなすぎよ。うまかったっすけど、食は進まないっすよ。なんでこんな。なんかこんなこと言いたくないけど、先輩とこ入ってんだから美味しそうにいっぱい食べた方がいいよ。いや、気まずいんすよ。なんで、お客さんなんだよ。ずっと店長さんもなんか、あいつらなんよく食えんなみたいな。なんで別所が気まずいの。いや、そんな、私たちも言ったらフルスなんです。なんで逆に気まずくないんですか。一日でしょ。いや、中澤さん、変わってないね、この店も。一日だもん。一日だ。エイタク。懐かしいよ、エイタク。あれね、はい、エイタク。なんかわかりますよ、大体。入り口の一番最初の席はエイタク。一日しか割り箸多すぎんだろってつくんだよね。一日さ、割り箸多すぎんだろってな。わかんないけど、こんなもんだろ。まあでもあれだよ、このさ、抹茶杯、飲んでる抹茶杯の作り方も私たちも全部覚えてる。懐かしいね。言ってあげようか、作り方。どっちでもいいですけど。氷を、3、4個。これを3、4個入れて、で、お酒はまあなんかいい感じ。なんか2フィンガー、3フィンガーくらい。で、あとは抹茶を入れて、で、薄めに仕上げる。知らないですけど、それは。知ってるよ、私たち。知らないですけど。私は知ってるよ。変な先輩風吹かすのやめてくださいよ。知ってるよ。いや、でも、いいの食わなくて。まあ、じゃあいいや。また来ますよ。食わないんだったらさ、まあ、もうじゃあこれおかけしようか。おかけしますか。すいません。変な感じ。はい、チクレ。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。硬いですね、味もね。食べたことないけど。食べたことないですけど、うまかったです。飛んだんだろう。いや、まだ。すごいよな、本当に。どうした？じゃあ、お会計お願いします。お願いします。はい。あ、そうだ、そうだ、そうだ。私たち働いてた時の、まかない、あれ、いただいてなかったんで。食べなかったんですよね、あの日。だから、それで今日トントンで。田辺さん、何ですか、その理論。うん、だから、その私たち働いてた時、まかないも食べないで、言っちゃったから、それ権利が残ってるから、ちょっと待ってください。今日はまかないとして。え？お金はありますよ、持ってきてますよね。
いやだから今日だってあの働いてた働いてるお店働いてたお店にだからまかない食べるか持ってきてないよ。はいはい、まかないの。いや俺に財布持ってくんなって言って。うん、そう、全然いらないじゃん。いや何、いやまかない以上食ってるでしょ。え、しかもまかない、そもそもでもまかないってこんな食べれる。え、だってさ、いやでもその権利があるんだよ。だって私たちさ、まかないいただいてないんだから。まかない食べる権利があってそれを行使してる。こんな黒かった目。え、これだからこれで、じゃあ、すいません、ということで、嘘でしょ、はい、すいません、嘘でしょ、できるわけねえだろ。まあそれそうっすよね。飛んだ人間が、飛んだっていうか、そうか、そうか、ほんあれだから飛んだっていうか。お前ら全員、さらわないだよ。え、あ、え、俺も、あ、まあそうか、まあそりゃそうか、そりゃそうか、全員だよ。俺もそうか、お金ないもんな、そりゃそうか。店長、こいつは関係ないでしょ。関係ない関係ないです、どこで正義感出してるんだよ。関係ないです、彼が関係ないじゃないですか。後輩なんで関係ないんだよ。何え、彼が関係ないです。僕たち二人でやります。全員で皿洗いしろ。関係ないんだ。私たちが何ですよ、私たちが何ですよ、私たちが何ですよ。だからかっこつけないでください。私たちが何です、変なとこでかっこつけないで。逃げろ。そういうのあるけど、私たちがやる関係ないでしょ。二人でやります。だっせなんでこんな目に。だよ、もうなんで皿洗いなんてしないといけないんだよ。お前らちゃんとやれ。どうも。